皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、稼げない教室の先生3つの思考の特徴とはということについてお話をしてみたいと思います。いろいろとですね、いろんな機会で私、稼げない先生というか、稼げる先生と稼げない先生っていう特徴のことをお話ししてるんですけれども、大抵ですね、稼げるか稼げないかの大きな分かれ目って、その人の能力っていうよりは思考に起因するところが結構多いんですよ。もちろん能力がないより、能力がって言い方変だな、スキルがないよりスキルがある先生の方が売れやすい確率は上がるんですけれども、スキルがあっても稼げない先生っていっぱいいるんですよ。で、逆にスキルがなくても稼げる新米の先生もいるんですよ。で、これ一体何なのっていうところで言うと、教室業においてはスキルと稼げる能力っていうのは正比例しないということなんですね。反比例とは言わないです。だけど正比例しないんですよ。で、正比例する時代もあったんです、昔。教室の先生が少ない時代はスキルさえあればそれを習いたいっていう人の、人数の方が多かったので、普通にそこに存在するだけで稼げたんですよ。今の時代はそこに存在してますよっていうことはもちろんなんですけど、要は、宣伝告知ですねをしないと自分の存在っていうのがまず見てもらえないっていう、サバイバルの世の中になってしまったっていうことと、あとはその個性ですね、その先生の個性によって生徒さんが来るような状態になってしまっているんですよ。となると、残念なことに、どんなにスキルがあってもその先生が発信をしなかったり、そもそもの行動が間違ってる、要は稼げる方に行くような行動をしていない先生のところには人が来ないし、ちゃんと正しく稼げる行動をしている先生のところには人が来るので、当然稼げるようになります。で、稼げる先生のところに人って集まっちゃうんですよ。なぜかっていうと、にぎわってる感じが見ててわかるから。人って、例えば寂しい、その人里離れた、秘湯の宿みたいな、そういうところに行きたがる人もいるんですけど、大概失敗したくないので、流行ってるところに大体行きたいのが、一般的な人の行動なんですよね。そう考えると、やっぱり稼げてる先生のところにさらに稼げちゃう、人がいっぱい来ちゃうっていう好循環を作るのか、悪循環とは言えないけど回らない状態を作るのかは主に思考にあるというお話なんで、これからちょっとね長引いちゃいましたけど、本題に入っていきたいと思います。まずですね、日々私相談乗ってるんですよね、いろんな方の、コンサルタントなんで。そうですね、多い日1日1人8人ですね、1人1時間だから8時間、ご飯食べる時間はあるんですけど、朝から晩までずっとご相談なんですよ。で、少ない日でも3、4人はやってます。で、その時にもちろん戦略的な、数字の話とか、今後どういうふうに組み立てていくかっていう、そういう割と建設的な話をする時もあれば、ネガティブなメンタルをですね、切ってあげないと前に進めない方は、メンタル的な相談にも乗ってあげたりするんですね。で、稼げない先生の特徴として、とにかくですね、前に進まない、要は進まないっていうのは、同じ場所でぐるぐる自分で勝手に考えているだけっていう人が多いんですよ。で、これっていうのが、そのなんでそういうことになっちゃうかっていうと、いろいろと検討し始めてしまうんですよね。いろいろと検討し始めるっていうのは、いろんな、例えば今情報過多の時代なんで、何かね考えようと思ってヒントが欲しいっていうと、情報なんていくらでも入ってきちゃうんですよ。そうするとますます情報の整理ができなくなって、で、小さなことが気になり始める。で、あと失敗に対しての恐れがどんどん大きくなっていっちゃうんですよね。
だから軽やかじゃないので、考えて考えて挙句に出た結論って実は最初に思いついた結論とほぼ変わんないとか、そういうことってすごく多いんですよ、そういう方っていうのは。そうすると、じゃあ例えば考えるのに1ヶ月考えてたとしたら、そして1ヶ月考えたがために前に全く進めなかったとしたら、その1ヶ月もしも3秒で決断して、でその何かを動かしている人と全く同じスタートだった時にどういうことが起こるかっていうと、3秒で決断した人が動いた場合、何かしらのもう結果が出てる可能性が高いんですよ、1ヶ月の間に。でその人はそれが出た結果をもとに、またあ、じゃあこういうふうにしよう、あ、こういうふうにしてみようって2個目の行動を起こす。でそれがまたちょっと違ってたら、あ、じゃあこっちにしよう、3個目の行動っていうことで、考えている間にどんどん動いた人の方が情報がさらに整理されて、正しく確率が高い方にどん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 動いていけるんですよね。なので考えるっていうのはもちろん悪くはないですよ、悪くはないんです、悪くはないんだけれども、あの基本的にですね、その決断に対して、自分が決めたことに対して自分で責任を持つというふうに決めていれば、シンプルにやりたいかやりたくないかレベルで全然いいと思ってるんですよ。あのとある、先生の、ね、教授とある、ね、教授の方の、コメントでその出てたのがですね、その結局転職とか、まあ、ライフイベント、離婚とかもそうなんですけど、まあ、そういうのっていうのは確かに判断難しくて時間かかるんですけれども、人ってそういう重要な、ね、あの局面で決断できない時に、まあ、どう決断するべきかっていうのをなんか実験とかしたらしいんですよね。そうすると、あの決めかねてることをね、コインの裏表で決めるみたいな、要は、表が出たら実行、裏が出たら実行しないみたいな、そのレベル。じゃあこれをやった人っていうのは、これによって、この決断によって人生がどう変化したかっていうのを後追いで調査したらしいんですよ。でだけれども、その人っていうのは結局どっちだろうと、悩みを解決するためにどっちかに動いた人っていうのは幸福度が高かったっていう、要は悩んで悩んでずっと悩んでることの方が幸福度が低いんですよ。決めてどっちかに動いたら、それで人の幸福度って上がるっていう、そういう調査結果なんですよね。ということはどういうことかっていうと、あの決断っていうのは何を選ぶかが決断っていうことの大事なことではなくって、決めるか決めないかっていうことができるかどうかの方がむしろ大事という話なんですよね。だからその宙ぶらりんな状態を続ける、まあそれがだからさっき言った転職にしても離婚にしても、宙ぶらりんな状態をずっと続けるっていうの方が不幸なんですよね。転職、じゃあ会社辞めようかな、どうしようかな、いやこの会社あんまり好きじゃないけど、でも安定的にお金入ってくるしなっていう人の方が不幸なんですよ、うん、あの会社にとってもまあ管理職だった立場からすると、いや迷惑っていう感じなんですけどね。要は仕事に集中できない環境と気持ちの人がそこにいられても、周りに影響を及ぼすじゃないですか。やる気がないオーラって出てますから結構、うん、だからいてほしくないみたいな感じ。あのそんなチューブラリンでいるんなら、やめて自分のやりたいことやってもらった方がいいっていうね、そういう感じなんですよ。稼げるか稼げないかっていうのは、稼ぐって決めれば稼げるんで、基本的に、はい、だからあの会社を辞めてどうのこうのっていう人は結局辞めないんですよね。だったら辞めないって決めるんだったら、もうここで一番の成果出してやるぐらいに思った方がいいですよね、まあ、離婚の方がもう少し難しいかもしれないですけどね、人間の感情が絡んでくるから。だからまあ問題は決断するしないの方向性の問題じゃなくて、考えすぎてて前に進まないことの方が問題なんですよ、どっちかっていうと。もうこれは本当にそういうタイプの思考の先生見てていつも思います。あのぐる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 迷っている先生って、人気の先生って見たことがない本当にもう気持ちいいぐらいに人気の明るい先生ってスパンスパンって物事を決めていきます。だからあの自動と考える性質がある人はもうそれだけでも稼げないっていう状態になってるから、まず思考を変えた方がいいです、おそらく。
私が知ってる先生で決断力が鈍い先生で儲かってて人気で明るくって生徒さんから好かれてる人なんて誰もいない。はい、まあ、それは想像すれば多分わかると思うんですけどね。なのでまず儲かりたい、ないしは人気の教師になりたいと思ったら、自分の思考の方向性と考える速度と決断の速度を早めた方が多分早く変わっていきます。はい、でまあプラスね、こんな言葉とかもあるので、ちょっとそちらもね引用するんですけれども、これ実際のね人の言葉です。不安やネガティブな感情は考え事をするほど強くなる。ミシガン州立大学モーザー。情報が多いほど、時間をかけるほど人は合理的に判断できなくなる。ラドバウト大学ダイクスターハウス。忘れっぽい人、物事をざっくり記憶する人の方が思考力は高い。トロント大学リチャーズ。考えないようにしようとするよりも行動で打ち消した方がいい。カンザス大学クラフト。やるかやらないかの決断はコインで決めても幸福度は変わらない。シカゴ大学レビット。これいいですよね。迷ってる人ね、一回コインで決めちゃったらどうですかって思います。そしたら動けるから 自分の判断でどのみち動けないんだから、コインで決めちゃうぐらいの方が多分シンプルでいいと思いますよ。あとこの話もあれですね、過去のことを思い出すほど脳は老化していく。理化学研究所木村さん なので、いやこれ結構怖いですね。よく過去のことを持ち出す先生もまあまあお話で言いますけどね、昔はこうだったとか、昔はとかって言って、まあ確かに比較して反省する材料として昔っていうのを持ち出しても構わないんですけど、昔が良かった、今はそうじゃないっていうことを言ったとしても、何の意味もないですよね。今の時代が、例えば特に今回コロナ禍があって、もう時代が激変して、生活様式も価値観も全てガラッと変わった時に、昔は良かったって言っても意味ないですよね。今の時代そういう時代になっちゃってるから。だったら今を生きると未来を生きるっていう方がよほど建設的で、新しい活動ができていくので、過去をね振り返る人は脳が老化しやすい方です。このタイプも長年やってる先生で、昔うまくいってた人ほどこのセリフをよく言います。はい、その方は脳が老化してってるのでご注意ください。はい、でつまり考えすぎなくていいっていうことです。もう本当に私決断早いので、話聞いてる最中にももう決断できてる時とかあるし、何かを聞いて、あ、じゃあ私これするなとか、何々これこれこうでこうでああでっつって言って、あ、はいやります、あ、それはやりませんっていう、その人が話し終わった瞬間に言える時があります。さすがにクライアントさんで、その方のこう人間性とか権威性を重んじて回答しなきゃいけない時には熟慮してる風な風体で答え決まってるんですけどね、こう、そうですねっていうふうに言う時ありますけど、もう大概頭の中では答えは決まっています。だから考えすぎないで動いた方が幸福度が高まるということです、要はね。はい、だから結局そういう考えすぎる人っていうのは何を恐れてるかっていうと、失敗することとかうまくいかないことを恐れてるんですけれども、そういうタイプの人ほど失敗します。うまくいかない状況を引き寄せます。なぜならば自分の頭の中にうまくいかないかもっていう要因を持っちゃってるからです。私の思考は前に進むと決めたらもううまくいくことしか想定していないので、うまくいくようにしか考えないで行動してるので、うまくいく要因ばっかり引き寄せます。だからうまくいくんですけれども、じゃあ失敗全然しないんですかって言ったら、世の中の人的にはもしかしたら失敗に見えてることってあるのかもしれないですけど、私が失敗と感じていない限りは失敗にならないですよ。あ、うまくいかなかったんだな、よしじゃあ次これしよう、ただそれだけなんで、失敗を感じたことがないですね。うまくいかないだけ、違う方法でいこうっていう実験が終わったっていうだけのことなんで。で、そういう前提になってるのは、全て計画通りに行くことなんてありえないと思ってるからです、基本的には。だけど最大限うまくいくようには努力します。だから不
可抗力とか途中アクシデントがあっても、まあ、想定内になるんですよ。あ、そういうの来たか、じゃあこうしようか。だから臨機応変力がどちらかっていうとこういうサバイバルな時代には必要になってくるんですね。だから直感を信じて生きていくっていうのもデータは必要ですけど悪くないです。特に迷うタイプの方はね、はい、ですからまとめていくとですね、儲からない人っていうのはまず思考の、ね、特徴の一つとしては、考えて動けないっていうことによって無駄な時間が過ぎている、このロスですね。2つ目、決断に自信がない、もう自分で決めたらやるしかないから決断するしかないんですよ。どっちでも A か B かっていうね、やるかやらないか。でその3つ目が、決断そのものに時間がかかるっていうのは、普段から自分の思考の軸を持ってない人はそういう結果になっていきます。ですので基本3秒で結論出しても3年考えても答えは一緒なんですよ。どっちを選んでも決断するっていうことの方に意味があるっていうことに軸足を置いていただければと思います。ではまとめていきたいと思います。稼げない教室の先生、3つの思考の特徴とは、まず1つ目、考えて動けない。2つ目、決断に自信を持てない。3つ目、決断そのものに時間がかかるという特徴があるので、これと逆のことをして動いていく人はより成功に近づいていくということになりますので、そんな思考を持ってやっていただければというふうに思います。それでは。